ダビド・ディトマソは、フランス・エシロル出身のプロサッカー選手。現役時代のポジションは DF。現役中の2005年11月、新疾患により26歳で死去した。AS、モナコで、プロキャリアをスタート。1999から00シーズンには、リーグワン制覇を達成した。2001年、CS スガン・アルデンヌに移籍。2004年、FC ・ユトレヒトに移籍。 初年度から主力に定着し、シーズン終了後にはサポーター投票でチームの年間ベストプレイヤーに選ばれた。2005年11月27日のアヤックスアムステルダム戦が最後の試合となった。U-17 と U-21 の代表歴があり、1996年に UEFAU-17 欧州選手権、2002年に UEFAU-21 欧州選手権に参加した。2005年11月29日、ユトレヒトの自宅でベッドの上で心肺停止状態になっているのが発見され、そのまま死亡が確認された。2005年12月1日、FC ユトレヒトのホームスタジアムでお別れ会が開かれ、サポーター1万4000人が詰めかけた。ユトレヒトとスダンは、 ディ・トマソがそれぞれのクラブで着用していた背番号4と29を永久欠番にすると発表した。2007年3月、モナコ時代のチームメイトで親友だったガエル・ジベとセバスティアン・スキラシュが中心になってチャリティーセールを開催。収益金は全額ディ・トマソの妻と息子に渡された。ありがとうございます。